絶対日本人だろ、こいつ。さあ、お、なんだこれ。あ、なんか天気変なんだよね。変どころじゃないけど、視界不良だけど。あ、これサーマル優位性あるんじゃない？あるかもしれん。あるかもしれんよね。あ、ちょっと待って、マップ見よう。あ、UAV タワーここ。え、何これ。 敵が視認あ、でき見える見るえる。とか、そういうレベルじゃないやん。あ、待って、UAV タワー周辺の敵はあまあ、り殺そう。さないように。多分大事。それは大丈夫。あ、これ優位性の塊や。ちょっと、サーマル A は。あれ、俺いつエアストライクなんて手に入れた？前でしょ。前か。あ、そう、私、リバイブピストル装備してるんで、ミューニションは持ってないです。ね、まあ、買えばいい。新しい地点に誰が生きてんだとか、なんかおっしゃってる方がいますが。コンプレックスってどういう意味だ？ これエリアの名前なんじゃないの？エリアの名前なのか？追加されてはポ分かスらんけど。ト。じゃあ、追加されたエリアがどこにあるのかよく分からんけど、まあいいよ。知らん。上か。待って、これ建物の中に敵いたら嫌だな。絶 UAV 対いタる。ワー先に動かしたいんだけど。ロープないか。めっちゃ探してるわ。これ中から登るやつじこうゃいうないとよ。ころ、だいたいロープがなさそうだな。こっちにはねえわ。ねえな。ちょっと金あさる。階段。緊急機なんか使いそうだけどいいや。ヤムヤムバーガーのバックルーム。むしゃむしゃ。え、ここバーガーショップなの？6匹。なくしたの？お、レジめっちゃある。大した金入っとらんけど。肝心の上に登るところがさ。わからねえ。探せ。え、早くね？早くね？そんな近い？ちょ、ちょっと。つかさ、マップ見て、近くにハテナない。嘘。割と近くに。あるわ。あ、つうか、この砂嵐のところが新エリア付近ってことか。あ、本当だ。ここだけ砂嵐じゃん。よく見たら。そういうことか。そういうことか。あいー、や、NPC なし。あ、違う、PMC なし。で、これで10人狩らないといけない。視あ、界入り不まし良た。なんで、シンプルに。サーマル持ってきてよかった。ちょ、向こうの建物行ってこようか。ちょっと待って、単発にしよげえ、これ要塞やん。開けられねう。要塞か、それ。え。ハートどこだ？これ右あ、の密集してんのもおそらく要塞だろ。多分そうだろう。は？あ、パイロこれは知ってるぞ。何パイロット？AV のショットガン、縦ショットガンのボス。え、KV？ それは許されないな。うん。まあ、別にここで、このタスクを、なんとか終わらせる必要はないから。あ、終わったわ。終わった。よし、ナイス。え、ハテナ行ってみる？せっかく近いんだし。行くかじゃあ。契約で得たキャッシュでなんか、い装や、備を購入できるぞ。ハテナのね、プレイ動画ちょっと見た感じ、KV よはい。りとっても楽そうだったっていう。あは。これ、ハテナ、地中にね。下だわ。でもこっから行ける。なるほど。あ、なんだこれ。今日はおしゃべりが多いな。チャットが。つかって、あ、絶対人来てるわ。これ開いてるもん。もう？扉開けてないでしょ？さっきさ、助け求めたやつさ、本当に映んなかったんだよね。
地下にいた説ある？あ、もう。やっぱどっから来た？地下行くん？そう、多分こっちだと思う。あの、空いてるとこ、そこだった。オッケーっす。うわ、怖っ。漁られてるからね。警戒していきましょう。いや、ここね、警備、敵プレイヤーも絶対警備持ってるよ。怖っ。怖っ。あ、出た出た。え、これ知ってる。移動開始？あ、そう、ここに留まると行くんよ。で、長押しで？はい。ああ、こういう感じ。あ、で、ここのロード画面がね。あ、ちょっとロード画面変えちゃってる。そっちなんか面白くなってね。いや、ゴーストが一人で。あ、みんなこれなんかな。え、違うロード画面があるのこれ。旧モダンオフェアの緑のさ、横一本線みたいな感じの。そんなのがある。成り行きで来ちゃったけど。あーあ。あ？で、始まるんだよな。はい。怖い、怖いって。ショットガン持ってきた方がよかったか？敵殺して KV 奪い取る。あり。あ、マップはない感じか。見えないね。ちょっとアクセスの方式が違う。ビルディング21みたいな感じか。あ、ね。あ、これもしかして全員同時リスポーンって感じなのかな？もしかして。そんなバカな。だって今残り時間30分となってる。本当だ。赤い。アンチアーマーだ。強そう、それ。ショットガン入ってるけど、これエクスペダイト。使おう。毎日5つ進めて終わらせました。バトルパス。こんばんは。マジか。俺もうバトルパス終わらせる気がさらさらないな。バトルパス。やっぱり俺は自分が楽しむことが優先だ。趣味優先。楽しんでたら終わるはずなんだよ。正論、正論嫌いなんだよね。でも足音はしないけどね。こうエアストライクはある意味まるでないな。おぉ。いや、ちょっと怖すぎて動けないんだけど。あ、で、なんだっけ。トラップみたいなのあったから一応気をつけた方がいいかもしれない。あ、オッケー。あ、ブレーソン落としたな。サブに持ってっか。アンシーゴーグル。待って、このブレーソン、フラッシュライト付き。とでかくしよう。でも今のところ物音一つしないけど。確かに。は？何よこのレーザー。ねえ、あれセントリーがない目の前。あ、あるあるある。そう、あるんだよ。こっちは向いてないけど。これ本当に PMC いる？いるはずなんだけど。セントリー、そう。え、ちょっと。ダメじゃん。姿さらせい。貴様。NPC いるよ。え、NPC？ NPC？ 待って、これ P かもしれない。マジ？ちょ、待って、アーマー任せて。P じゃねえわ。ちょ、待って、敵めっちゃ来た。お、ナイス。いや、なんか拾ったショットガンが燃える。ドラゴンブレス。マジか。UAV 起動した。お。ドラゴンブレス強い、もしかして。俺、正直、PMC ここいないんじゃないかって思ってるよ。なのかな。俺見た動画は PMC とバリバリ戦ってたから怖いんだけど。警戒はするけどね。こっち行くか。あ、違うじゃん。あ、で、これ。あ、リバイブピストルだ。なんだっけな。なんかアイテムないとどっかの鍵が開かなくて進めないっていうのも見たんよ。
俺は初見なんだから。わーお。あれ撃ってあれ壊なんすか、べし。そのジグザグに そんなバカな。無能セントリー以外や。いや、人の動きに追いつけない、所詮。え、こっちドア開いてる。開いてる？開いてたけど NPC ばっか。なんか後ろも。死んでるか。すんげえ迷いそう。あ、いた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 。セントリーガンかよ。あそこにあったんだ。じゃあアーマープレートなくなっちゃった。マジ。敵全然ドロップしないんだけど。落ちてるよ。どこ？ああ、ありがて。武器ボックスあるじゃん。微妙。このショットガン5発しか入んないカスタムだ。なんだこの謎空間。後ろだけは確か3層構造だった気するんよな。壁に矢印はめっちゃ書いてあるよね。それに沿っていけばいいんかな、おそらくは。ピー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 、やっぱいる？いる。待って、俺映せ、映った。あ、ここ遮蔽ねえな。もうそっちからしか行けないな。ウェイパーに？オッケー。いるのかよ。来たらこっから撃てる。でもマップわかんねえからさ、ちょっと後ろ取られそうで怖いんだけど。やっぱ P いるんや。いるんだわ。怖っ。元しないな。ウルトラワンへ通じ、エリア内で敵ウルトラは敵の増援が来るぞ。ちょっと今肝心の聞きたかった無線が上書きされて聞こえんかった。待って、ここの何かが欠けてるだと。なんだっけな、ここケーブル、確かなんとかケーブルだっけ。違う、なんとかケーブル、あれどっかに落ちてる書類をね、読むとヒントがあるんよ。あった、これか？あ、捨てちゃった。カーバッテリーとジャンパーケーブルいる。カーバッテリーとジャンパーケーブル、それをどっかでさ拾ってくる。あ、これカーバッテリーあった。あとジャンパーケーブル、え？があれば、さっきのシャークイーンぶち込んだ。あ、ぶち込めた。うん、あ、で、ジャンパーケーブル。わっ、お、グレ転がってくんな、バカ野郎。ってこれ敵か？うん、だと思う。こんな綺麗に投げるの。人ノヒット。ウルトラは敵の活動が増加し、ウルトラはザコがいたわ。またグレだ。キーじゃなかった。じゃあ開くのか。敵はなんか実質無限脇らしいから、さっさとケーブル見つけて。そうだね、どっか行きたい。こっち来たところか。そうそうそう、さっきのところ行く。行くしか、あっちしかないんか、もしかして。まあジャンパーケーブルが見つかってない。びっくりした。こっち行ける、こっち。カスタムされた武器、ジャンパーケーブルを。アルマズラなんかとは比にならないぐらい神経使うんだが。本来はこういうモードでしょう。空いてるし、雑魚が開いてるね。
サンプレート、ミューニションボックスであるよ。俺今リバイブ見てる。あれカバンの中は突っ込むだけだけど、まあいいや。こっちさっき敵いた方だけど、落とせる落とせる、うん、落とせる。エリア内に脅威を確認。さっきここに敵いた。アショブするアショブする。あ、いるね。これ NPC っす。 N かよ。え、さっきのもしかして NPC？ めっちゃ P に見えただけの N じゃね。ワンチャンあるな。こいつら急に走ったりするからさ。なんでよ。まだ俺は疑ってるよ。痛い。この辺ケーブルありそうだけどね。なんだこれ、ね、すごい。そう、後ろ空いてよ。俺今さ、コシチェコンプレックス、うん、さっきの新規エリアの L2 制限ゾーンの鍵って手に入れたんだけど。あ、それ絶対ん必要。もっとく必要。もっとく。ちょ、どこで必要か分からんけど。機密文書はあった。進むか。なんでこんな大統領室バンカーみたいな。UAV。暗視ゴーグルって取った？暗視ゴーグルってなんだ？あ、普通に暗視ゴーグル。いや。あの、後で暗いとこ行くから、見つけたら拾った方がいいと思う。まあ、最悪サーマルでな、なんとか。サーマル。あ、なんかまた似たようなとこ来たぞ。戻ってきてる、これ。戻ってきちゃった？ケーブル探さねえと。まあ、ケーブルというかさ、マップ上に脱出口が映ってるじゃん。うん。まあ、帰れるんだけど、特に何の成果も得られませんでした状態で。来てなんだこれ。まだ行ってないの。これ行ってないよね。なんか空いてる。あれ？これ、来たところじゃないよな。うん。あれ？ここ来たところじゃね？そんな気がする。そんな気がするよね。ここ戻ってきたね。機密文書随分雑に置いてあるから機密、笑い、になってる。8000ドルもする機密文書、そのまま置かれてるからね。え、ジャンパーケーブル絶対どっかにあるの？エリア内でウルトラは敵の増援が来るぞ。この辺ロッカー山ほどあるからさ。ポン置きされてた気すんだけどな、ジャンパーケーブル。それは分からんけど、NPC の増援が来るから注意。あ、来てるわ。もう PMC はいないものと考えてよろしいですか？さすがに。こんだけ戦闘もなかったらいないでしょ。わお。さすがにね。Where is jumper cable？ ジャンパーケーブルない。あ、落ちた。青く光ってるの、これはなんだ？兵士のメモ。何それ。別に特殊なアイテムでもなんでもない。暗証ぐらい。うん、持ってくか。何をしてる。いや、こういうのなんか大体ギミックありそうだなみたいな。ジャンパー。お、めっちゃ来た。と二人ぐらい。こいつらジャンパーケーブルドロップしないわけ？しないで。しないか。暗視号あったー。おい、普通に取り逃してるやん。普通に取り逃してる。さっきのとここれでいけるわ。いや待って、もう重要なものないの？こんだけ？30分もある割には。
俺一応この L2 制限ゾーンのキーカードは手に入れたけど。いや、ちょっと、それ以上覚えてねえわ。覚えて。まあ、ちょっともうちょっと散策してみる。なさそうな気はするけどな。ここもクレートが多すぎてさ、何かしら見逃しそうだ。確かにな。サプレッション前。こっち戻ってるしな。これ出口か。出口、これ開けた先に何かあるパターンか。開けてまた、あ、なんだっけ、ここ確かね、レイドの使い回しマップないよ。そう。ああ。で ?15 分経過。ちょっと前にしよう。これ暗視ゴーグルまだいいか。いや、した方がいいか。だな。これも左沿いに行ったら何かあったはず。左沿い。あれ？あ、こういうところ、こういうダクトの中に鍵があるらしいんで。ダクト。この今みたいにダクトに鍵があるらしいから。はい、あれここになんか入れるんだな。なるほどね。待って、俺らちょっとのんびりしすぎたかもしれん。探すか。電力なし。電力を復旧できるんだな、じゃあ。ダクト。ちょ、手分けしていこう。うん。で、敵もいる、普通にいるらしいから一応気をつけた方がいい。今のところ落としない。まあ、いいんですね。おそらく、行ってわわわ。接敵しておるやん。わ、なんか俺のところ多いんだけど。ちょっと離れるわ。あら、そうだ。このスコープつけてるとナイトビジョン。みたいだね。外れる、うぜんだよな。なんだこれ、工場管理の鍵？この鍵ではなさそうだな。あ、でも鍵は使う。はい。あ、なんかありそうじゃね？アルファクラスターってやつ。ちょっと機密文書いらんわ。痛すぎ。ショットガン強い。アルファクラスター読みたい。敵がいたらまともに探索もできねえ。ゆっくり読む時間がねえ。読め。レイド派やりましたか？レイドは3人目がいないんでやってないです。どうでもいいやつだこれ。やってないよな。2人で遊べるようにしてくれ。あ、これかな。なんか分かった？あ、化学工場入荷に工場管理の鍵を落としたものがいるっつって今焦ってるメモがあった。俺拾いましたけど、その鍵。その鍵をこのマップのどっかで使えるんで確か。そうなのか。これちょうどあと1段階使えるようになってるよね。これ。おお天才。うん、セントリーガン。ちょっと外そう、暗視。暗視ゴーグルし。いや、ここはね、人間様の力を。あ、壊したんだけど。その間抜けな動きやめてくれ。ちょっと待って、当倍に入る。ただこの不気味な場所は。まあ、欲しい。トラップどうのこうの言ったけど、レロレロレロリン、ゼルダの霊の音。この辺ではない。あ、なんだここ。青に輝く何かメモがあるよ。読むわ。工場管理は化学工場北側。あ、今使ったよ。
ちょっと戦闘任せる。撃てんの？こまごまとした敵が。ウルトラワンへ通知。脅威がエリア。ウルトラは敵の増援が来るぞ。あと11分っすよ。急がねえとな。急がねえとな。最初のエリアでちょっと時間かけすぎたか。PMC いると思ったけど、全然いないやんって感じ。こっち行く？行くか。なんだここ。ウルトラはエリア内の活動が増えている。警戒を怠るな。他の場所からも入れそうだけど、入れない。そっちしかないわ。RPG にしよう。またよからぬことを考えてるな。やっぱ爆発物が一番。あ、トロフィーシステムが落ちてる。トロフィーシステム。機密文書、またしても機密文書。で、こっちドア開くな。うわっ。うわ、ここショットガンあった方がいいと思うよ。まだランチ扱うか。あらあらしいわ。なんだ、短パン小僧がいっちゃう。あ、言えばやれ。うつんな。これしかいなかったのか。一掃しちゃったわ。ドア開いてる。これす、武器ボックスを取るのがここの一番メインなあれなんだけど、どこ？わからん。俺はとりあえず扉が目の前にあればそこを突っ走って、これ戻ってきたぞ。反対側から、あー。なんか戻ってる。なんだ、なんか来た。こう上行けない、上行けないのか。どっかから上行けるんだよ。さっきの製造ライン。急に虫捕り少年出てくるやん。これここ、あー、この生存ラインは何だったの？これ何もねえのか。虫取り少年。ガスマスクなんて使うんか。一応持ってはいるけど。あ、なんかすげえ登れそう。逃げないんか。こっち行ったっけ？いや、行ってない。ワンチャン強いやつがいる。ん？鍵あった。予備出口の鍵。ナイス。何に使うか分からん。さっきのとこではないのか？あれなのか？分からんけど。行こうか。行くか。待って、これまだ先ある。一応見、武器めっちゃ入ってる。こいつらスモークばっか投げ上がって。敵のいるところ。あ、待って、ここ開くわ。これか。ね、待って、ここは完全に知らねえ。ああ、なんで、なんじゃここ。何ここ。あ、L2 制限ゾーン、これ。どれ？これ、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 L2 制限ゾーン。ピンさせない。OK、レッツゴー。あと7分40秒。なんだ？何？わかんない。はおお。俺敵の姿見てないんだが。ウルトラは敵の活動が増加し、ウルトラは敵の活動が増加している。建持ちじゃないの？建持ちだ。ちょ、弾出す。あ、飛ばねえ貴様。で、上の盾にランチャーを打ちかましてやる。裏に。裏のやつ片付ける。硬っ。これボスじゃね？なんか硬いんだよそいつ。ちょっと、あ、まあ、くれ投げるわ。うん。あ、当たってない。俺は投擲下手くそなんだよ。なんかさ、当たってる感じしないんだよね。もう飛んだぞ。飛んだ飛んだ飛んでる。待って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 。おここは知ってる。これは知ってる。これはトラップ。俺は
トラップぶつかり名人だからな。怖え。いやこれ自己素ないとね、自己って全滅があるんだよ普通に。自己素は持ってるけど、こんなしょうもない死に方で使いたくない。したくない。こっち階段あるし、なんかいい宝箱の落としね。マジまた機密文書か。大バックパック。いいよなこれ。ん何これか。あんまなくなってんだけど。これあんまないわ。これいらね。これ帰れるな。脱出エレベーター。このメモは捨てたやつか。あれ、いやまだ武器ボックス拾ってないぞ。一回戻ってみるか。武器ボックス。できる。他にあるような。俺らこの奥見てないよ。ちょっと暗視つけたら見えるんじゃね。なんかレアボックスだ、それは。よし、あ、まあ。こっち行ってないもんな、確かに。ドアが閉まる。え、あれ、1回きりとかじゃないよね、まさか。エレベーターが1回きりなんてことはないよ。いや、聞いたことないよ。武器ケースが確かにあるんだね。うん、ある。じゃあこれさっき来たな。武器ケースがね、いやどっかの部屋にあるんだよ。宝箱部屋みたいな。あ、間違った。間だったと思ってんだけど、ない。場所わかんねえ。それらしい部屋は見てないんだけど。は、なんだここ、うん、防衛研究部。何、こういうところにあるんじゃないのかい。どこそれ。あ、これここじゃね。いや、わからんけど。風が強くなってきたぞ。回収地点に向かえ。今ちょっと時間が全然わからん。あ、なんだここ。え、開けれない。怪しい。何も出てこねえし。こっち違うな。もうこれ行き止まりだよ。戻るか。分からんかったわ。まあでも、あの全容は分かったから、めちゃめちゃ複雑だということが分かった。だいぶ奥深くに来たような感じはするんだけどな。こっちで、さっきのレーザートラップまみれのところだったと思うんだよ。こっち生産ラインか。あれ？待って。違う。そっちでいいのか。トラップ？言うほどトラップまみれ。わあ！いや、トラップあんだけじゃないはずないよ。なんか見落としてる我々、うん、絶対見落としてるんだけど、それがわからんかった。でももう時間ないんだよな。トラップここにしかなかったし、ね、もっとすごいあったと思うんだけど、まあ、最初はあの PMC がいるんじゃねえかと思って警戒しちゃったから、まあ、それで時間かかったわ。ある。まあ、この辺にしといてやる。PMC いねえんだな。いねえんだな。ピンチになったらここに逃げるか。敵の動きが活発化している。気を抜くな。
暗視ゴーグルが切り込んじゃなくて、なんだっけ、カバンからじゃないと切り替えできないのがめんどくさすぎる。それはそう、動かせないし。で、え、あ、乗ってればいいのか、さっき勝手に閉じたから。おっそおっそ、そんなゆっくり閉じなくても超ゆっくり。ここ時間来たらどんな感じになるんだ。ガスでかんわかんないけどもうこれ脱出ストリーク、これで増えるの。増えたね。おいしい、おいしい、ね、ここはよくわかんなかったけど金が溜まった。あと最後がわからんかった。ヘルツ制限の鍵は一応まだ持ってるから、これを保管しとこう。あ、壊れてないんですよ。まだ使えたわ。はい、そうそう、あ、列車間に合わない。車ある？ないよね。まあいいわ、カーゴやった時に突っ切りするぞ。これし本当だ。カーゴデリバー、カーゴデリバー、エリミネート HTB だっけ、 HBT だっけ、違うよね。カーゴデリバー、セキュアサプライ、あれ、カーゴデリバー全然なくね。シップカーゴではないよな、シップじゃないもんな。うん、あ、デリバリー、あった、あった。遠い、まだ、あれ車で行けばすぐだ。せやね。了解。カーゴ契約に取り掛かろう。車あるか。そもそも。ある。トラックか。トラックはいいや。いい。いや、全域があの砂嵐だったらどうしようかと思って。やばすぎでしょ、さすがに。一応ワインも普通のワイン3本とヴィンテージ1本でしょ、確か。そう、ああ、こういうところでもワインはありそうだな。うん、探すか。おお。ワインかと思ったらガスバーナーじゃん。普通のバーナー。あ、あれ？何これ？普通の物資クレートなのになんかロックされてるって出るんだけど。何それ、どういうこと。あ、危ねえ、トラップや。冷蔵庫ねえ、家がここないね。あれ、あー、ブロックされてる。え、どういうこと？バグ。わかんないよ。やべえ、バラックすぎて、ワインの和の字もなさそうや、そこの辺。わかり、なんもなさそう。この家屋に住んで、住むぐらい。危ねえ。いや、今。なんだっけ、弾薬ボックスめっちゃ出しそうになった。冷蔵庫。トイレなのにトイレねえぞ。リブリーザー。洗面所か。リブリーザー未だにわかんない。ねえぞ、ワイン。ここはいいか。ないんかな。酒？ワインでも違うか。酒は違う。
呼ばないといけないか。ねえなあ。あ、リコンドローンだ。持ってこ。あ、乗れんかった。あ、乗れ。タスク進んだ。は？そう、このカーゴデリバーのタスクと別にさ、その輸送車両修理だったんだけど、カーゴデリバーの話かと思ったらそれでもあり。なんかたまたま終わってん。インチキだ。インチキ。手間が省けた。回収地点あるな。ウルトラは契約で得たキャッシュは購入ステーションで使える。車両なんかねえから、つうかこの辺なんかすげえカクカクする。スペックが足りん。俺は大丈夫。あれ NPC だ。ウルトラは敵の増援が来るぞ。全然 NPC いなくね。うん、はい。こことかないかな、ワイン。ガソスタ。ガソスタ。ガソリンもあるじゃん。ガソリンを錬金してなんとか Y にできんのか。錬金、うん、ねえな。リバイブピストル取っとくか。俺も拾った。それ本当に NPC ね。平和になっちゃった、アルマズラ。平和すぎるよね。いなすぎる。ウルトラはその付近の脅威は中程度だ。脅威中なんて言われてもな。脅威は見当たらない。あべ、下手くそ。ワイン探しとくか。 PMC の姿もない。ない。さっき列車襲撃はしてる通知は見たから意はするんだろうけど。もしくはあれか、みんなもう砂漠に夢中か。かもしれん。もう初見であれ突っ込んだら PMC いるんじゃね、いるんじゃねってなるよ。ん？なした。一瞬車両の音がした気がした。あ、いる。敵の車をマークする。ピーだ。終わった。ナイス。ダウンしてるよ、一人。ダウンしたってことは途中で落ちてるだろ。あ、いたわ。置いてくのかい？あ、ワイン持ってる！いただき！ありがてぇ。帰る？ヴィンテージワイン1本と、あ、違う、ヴィンテージ2本と普通のワイン1本持ってた。シップカーゴでやりたくね。そうだけど、さっきの敵戻ってくるまであるよ。うん、ほぼほぼ戻ってくるでしょ。いつ来るかわかんないけど。いいや、ワイン回収したから行っちゃおうか。うん。うめぇ。安いワインとヴィンテージワインにこいつ2本も持ってやがる。うますぎる。ワイン2本抱えて戦場を駆け巡るな。いや、ちょウキウキだったの。変に帰ってこれ飲んだろって。てなおめ帰ったら結婚するんだ的な、あのフラグの。あれ、帰ったらこのワインで祝杯あげるんだ。ウルトラは敵の増援が来るぞ。これ弱界の PC だよな。一発にしよう。当たらん。こっちだ。なんか車。本当だ。いや、あれは N だわ。N か。
片付けとくか。ウルトラはエリア内の活動が増えている。警戒を行いな。あ？デコイか。デコイだ。近くにあるから受けちゃおう。食べ越し取れたりしないか。それはしない。ウルトラは貴重な貨物を運んでいる車両の位置が分かった。あれか。車両を確保し着陸地点まで運べ。ターゲットはタックマップにマークした。まあ運転は私だな。結構攻撃されたでしょこれ前やった時。うん、された。車両は倉庫の中。ヘリ飛んできたもん。エリア内のあらゆる脅威への攻撃を許可する。あった。ウルトラはキーパッドを使ってドアを開けろ。コードを送る。え、前開きっぱじゃなかったっけ。うん、だった気がする。あ、機銃にもつけるけど。ウルトラは車両を確保。はい。で、どこか、どこに持っていく。あっちか。多分ヘリが来るぞ。この機銃バカ弱かった気すんだよ確か。あ、強いかもしれん。手のひら返しが早いぞ。でここさっき敵死んだ。なんか要請してね。あ、なんだあれ。ああ、攻撃ヘリだこれね。よろしく。くねくね運転。オーバーヒート早すぎ。オーバーヒートは気をつけて。こいつこれ以上スピード出ねえ。オーバーヒート中車の中移動。あ、なんだあれ。あ、あれは敵の輸送ヘリか。おい、これ回収地点に敵の何兵士が降下してくるぞ、ヘリで。なる。あ、あ、違うな。違うわ。ごめん、あの、回収機でした。なんでなんで。はい、OK。回収された？回収された。あ、いい。あ、この車はくれるのか。うん。別にいらないけど。よし。前回の任務はうまくやったな。あれ、ワインもうみん集まった全部。え、マジで集まった。サン、あ、これあれか。ヴィンテージワインも普通のワイン、あの安いワインとしてカウントされてんのか。あ、そうなんだ。じゃあ帰ろう。武器ケース近っ。近っ。近いけど、絶対かぶる。これここだろ、ここ。うん、いや、そうだよ。そうだよ。レッツゴー。レッツゴー。あれ落とした。動いてないよ今。あ、そんなことある。止まってるよ今。すごいいっぱいいる。なんだこの距離は。いかん。まだそう。はい。あ、武器ケース動いてるわ。さすがに、なんか呼んでね。呼んでるね。俺、エアストライク、エアストライク使うか。敵死にしてからの方がいいんじゃね。まあ、使ってもいいか。待って、今、右からスナイパー、サプ。エアスト使った、うん、ここ登るわ。 OK。 これ敵スナイパーで別っ歯いるかも。 OK。 狙ってんのかな。音だけ聞こえた。ターゲットに効果ありってどういうことなんだろう。当たったのかな。ダメージは入った。ヒットマーカー出た。いや出てない。出てる。なんだ効果。でたらめ言うなよ。確かに砂の音はしたね。そう、砂怖い。マジでどこにいるのかわかんない。するね。方角はこれ。あれの上か。
上登るの？いた。いいんだ。これバレてはなさそう。俺ボムドローンあるからやりはするんだけどね。自己袖。待って、UAV 動かされてる。こっち行こう。OK。敵ボムドローン動かしてる。ワンチャン俺見られたかもしれん。これ上行ける？あ、行けるじゃん、ここ。ちょ、ボムドローン破壊しちゃおう。バレてる。これ完全にバレてる。相手砂だから危ねえけどな。ウルトラは敵の脅威は中ここ弱くね。ピーター。ダウン取った。マジかよ。やべ、当たんねえ。砂に撃たれてるんじゃねえか。あ、ナイス。さっき砂ここにいたけど、ん、大丈夫？やった。危ねえ。帰るわ。あ、下、別のやつが下にいたのか。そう。砂顔出せないな。砂のやつが下に降りた説もあるけどね。武器ケース近い、武器ケース。いるぞ。だね。ウルトラは敵の動員が。ピー、こっち。武器ダウン。ナイス。あー、下から砂打たれた。自己それ入れる。オッケー。で、俺あんまねえわ。俺砂打たれてね。打たれてるね。俺あんまり当てられないわ。あなたがボムドローンを動かしてんなら、俺はちょっと今まだリーコンドローン使わないよ。あ、アーマー渡せる。マジで？置いとくわ。あ、ここ。ちょっと、遊んでたらちょっと。リーコントロール出すよ。ちょっと、周辺、よろしく。うん。でね、相手4拍下がった。あれ。わ、すげえいるやん。4人いるね。きつい。これきついな。逃げるか、後ろに。こっち行かない。砂。後ろ行こう。うん。あんまもなくない。ショップ行きたい。わ、ちょっと近くにない？近くにはないな。あんまがないんで。バッテリーが切れた。リーコンオフライン。いや、とりあえず距離取ろう。急いで。あんま一つなら渡せるから。あ、ショップあった。ショップあった。はい。オッケー。引いてるのバレたからワンチャン迫ってくるよ。あん、アーマーさえあればいいよ俺は。あ、俺まだ渡せるアーマーあったわ。いや、金持ちだからもう買う。早いとこ距離取ろう。俺もアーマー買いましとくか。ワイン抱えてるから死にたくない。あっ、いや無視だ。ボートあるからボート使おう、行く先に。うん、武器ケース抱えてたから追っては来ねえだろうけど、うん、回収していってるね。じゃあいっか。あれ P だろ。ん、あの動き方。いや、車回収して回収地点行こう。回収地点はここだ。そっか、まあ武器ケースを回収するために4波訓練のは賢いな。ね、全員に恩恵あるしな、ちゃんと。そうだよね。うん。うわ、この辺めっちゃドア開いて。あ、銃声？ってこれ P ね、近くに。
そう。ここ抽選する。そこ登れるんか。登れない。あ、登れる。あ、登れない。懸垂した。ピルピル。中いる。中。一人ダウンした。俺ダウンした。自己する。逃げたか。え？車行ってる。誰か倒した？一人隠させ入れたけど、でももう一人逃げてる。じゃあラストワンだ。今近くに。あ、上。あ、やった。ナイス。待って、あの外周放送してるやつなんだ。4パリバイブいたずら3つなんて読むんだこれ、わかんねえ。日本人だ。1台 PMC 車両がいたけどどっか行っちゃったね。ね、まあまあまあ襲撃成功っすね。うん。あ、スリープレートメディックベスト。あ、いいの来てるじゃん。いただき。この上で倒したやつもなんか来てんの。あぶね。救出するとこだ。あ、このベストだ。あ、待って、車両来た。NN。え、みたい。これあれだ、俺、敵が近くに来たらわかる。アーマーだわ、これ。うんめー。まあ私が先に気づいたんですが、なんで車爆発したの？よろしい。ちょっと下のやつが救出求めてるせいでさ、アイテム外されねえんだけど、諦めて。俺は襲ってきたやつには無慈悲だけどね、俺が襲っても無慈悲だよ。ちょっと諦めてって。お前のアイテムはさらせろ。これじゃない？無理だ。無理だ。これなんで同じキーが割り振られてんの？もういいや、時間ないから帰るか。ウルトラマン、風が強まっている。トラックお願い。回収地点ここ。回収地点はここだ。なんだけど、ちょっと待って。これやばくね？これやばいな。これやばく。なんか UAV 動いてるから、さっきのところに戻ろう。マジで？うん。あれ？あ。避けて。あ、もう帰ってるでしょ、武器ケースのやつら。どうだろう。ちょっと待って、諦めたわ。あ、諦めてないわ。諦めが悪いな。あの赤目何？赤目？分からん。今ワインお抱えたからちゃんと帰りたい。一応鉄塔の上行ってチェックしてから帰るか。ああ行こう。俺ここで隠させ入れたやつ起きてるもん。え、嘘。起こしたんだ。あれ、じゃあ4パじゃなくて5パ説ある？5パかも。で、そいつとは別で俺もう一人キルしてるから6パ？うん。えぐい。数の暴力だな。大丈夫だね。行こうか。あ、やべ、届かん。あー、これ邪魔くせえ。あれ、6パの可能性があるのか。えぐいな。マジでえぐい。贅沢の極みだわ。
ね、リバイブピストル装備せずに帰るとこだった。ブルトロは回収機が向かっている。ブルトロ、こちら台の方。ここ姿をさ隠せる場所がないと思わない？全然ないないよね。草に埋まってるわ。そうしよう。さすがにもうみんな帰ったでしょ。安全を確保してくれ。ごめん、俺が凄まじく目くらだったんだけど、敵から拾ったワイン、よく見たらスタックされてるだけで安いワインがすでに3本手元にあったわ。それと、ヴィンテージワインが2本。バラで。で終わりじゃん、それで。あの1人から回収した分で。あ砂打たれたね。待って、今、ピータが俺今、撃った方向。ええ、嘘。ピーか？わからん。なんか俺、誰かから招待されたんだけど。招待された。なんすか。よしよしよし。タスクも進むわ。さらに上位のアーマーも手に入るわ。美味しいだけだわ。脱出ストリーク被ることあるの？え、そうなの？俺今2回目ストロングアームで3回目ストロングアームなんだけど。いらな。あ、それ、左で腕と右腕でしょ。両腕揃っちゃった。あれ、あと頭と両足で。エグゾリアか。ストロングレッグとストロングヘッド。いや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 。よし、とりあえずタスクをチェックしとこう。ヴィンテージコレクション用紙でしょ。あと、レール上の戦いと、まあ、大量破棄とかだけど、大量破壊か。これヴィンテージじゃないや、レール上の戦いをクリアするだけでも、あと最後のラボの調査ってタスク発生するね。5つでいいから。5つだよね。待てよ、違うわ、今3つクリアしてるからどっちみちあと2つ必要だ。上の2つを。そうだね、チームプレイヤーはちょっとだるいから上の2つってことにしといて、じゃあ今日はこの辺にしますか。はい。はい。ああ、ちょっと予定があるので、お疲れさんです。